どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、北海道旭川市にありますラーメン屋さん、大正屋さんにやってまいりました。こちらですね、さまざまなラーメンが楽しめるところ今回やっていくんですけども、こちらですね、ちょっと辛くて美味しい、ラーメンがあるということで、今回ですね、ドカラ味噌というものに挑戦していきたいかなと思います。まあチャレンジメニューとかそういうわけではないんですけども、一応ねこの、辛味噌を使ったね辛いラーメンなんですけども、まあ、辛さレベルがねちょっとこう分かれておりまして、まあ、全く辛くない味噌ラーメンもありますし、ちょっとドカラ味噌の1個下の、小辛味噌、はい、まあ、小辛味噌に関してはこれは一番人気メニューでして、もっと辛さを求めている方に関してはこのドカラ味噌というのがねありましてね、これはこうちょっと辛いもの好きに、人気なメニューなんですけれども、今回このドカラ味噌、チャレンジしていきたいかなと思います。そうですね、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。旭川でというより生きてきた中で一番好きなラーメン屋さん、大正屋っていうのでぜひ行ってみてください。おすすめは小辛味噌というレビューが上がっておりますけども、これかなりの人気店ですね。はい、今回はドカラ味噌ですけども、まあ、その辛さとうまさを、堪能していきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。おー、来ました。こちらが、ドカラ味噌ということで、うわー、バッカカセン、こちらいかにも辛そうですけども、じゃあすいません、じゃあいただきましょう。いただきます。さあ、ドカラ味噌お手並み拝見ですよということで、はい、じゃあちょっとね、まずスープからいきましょう。いただきます。どんなもんかいと、いってらっしゃい。おいしいな、これ。うま辛い。こう味噌のこの深い味わいとコク、その後にバンとちょっと口の中を刺激するような一撃がありますけれども、はい、じゃあちょっと麺もいってみましょう。辛味噌、麺はちょっと細めの細めですね。はい、これはうまいな。入っていく材、メンマ、ネギ、もやしにチャーシュー、分厚いですね。チャーシューがありますと。はい、わあ、これは美味しい。素晴らしいな、うま辛。前はじゃあちょっとこの分厚いチャーシュー、あ、これチャーシューいただきます。うまっ、素晴らしい。これね、これ小辛味噌とかこれあるんですけど、これね、これチーズとかもこうなんかトッピングした、小辛味噌チーズとかいろいろありますけども、あと金塩、あと醤油の 辛口レトロとかね、いろいろこうあるんですけども、この中で小辛味噌が一番人気ということでね、はい、まあ、これはね、あのちょっとレビューにもありましたけど、うん、納得。おいしいね。じゃあね、このデフォルト状態のこのドカラ味噌ちょっと食べたんですけど、半分ほど、はい、実はなんかこの聞いた話によるとですね、なんかさらにちょっと辛みが欲しいという方がね、このなんか言うと、なんかこのハバネロパウダーみたいなのが、出してくれるそうなんですけども、これね、まあ、これはもうちょっとエキビションマッチ的な感じなんで、まあ、もちろんこのデフォルトの状態が、まあ、もう絶対これあれなんですけど、まあ、これもエキビションマッチですね。ハバネロパウダー、じゃあちょっとおいからでハバネロパウダーをちょっと足していきたいかなと思います。
のハバネロはね、このちょっと振りかけるだけでも強烈な辛みが出ますから。じゃあちょっと後半戦は、追いからして、はい、やっていきましょう。出ますね、ハバネロから一気に体の内側から汗が吹き出してまいりました。玉ねぎも入ってますね、これ。さあ、残すところは、スープのみ。最後ね、このスープを飲みまして、このドカラ味噌との勝負にケリをつけたいと思います。結構もうお腹いっぱいになるぐらい結構ボリュームありますね。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。大正屋さんのドカラ味噌辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル7です。はい、7です。はい、もう非常にね、この味噌のコクと旨味がバンとこう効いてて、その後にこう辛味噌の辛いの刺激が、口の中いっぱいに広がる、そんな一品です。はい、野菜やらね、メンマ、チャーシューもね、その辛いスープに染みて非常に美味しく、麺との、バランスもバッチグーということで、これね、一応ね、これ市内最強クラスの、辛さを楽しんでくださいというね、こう注意書きがありますけども、あのね、非常にこれ、まあ、本当に美味しく食べられる辛さなんでね、はい、あの別にね、よく結構激辛ラーメン屋さんとかなんかね、あると、お腹が、ね、痛くなるような、そんなね、激辛料理とかありますけど、これはね、ちゃんと美味しくて、安心して食べられる、そんな一品かなと思います。ただ、しっかりね、この突き抜けるような、辛さがありますんでね、これね、大変満足でございますと。ということでね、今回別にね、ここ、あの激辛ラーメン屋さんじゃないんで、今回ね、この、ドカラ味噌を紹介させていただきましたけれども、まあ、ミネラルいっぱいの、金塩を使ったね、天然塩を使ったこれ金塩という、ね、ラーメンもあったりとか、塩ラーメン、あとはねこれ醤油、はい、辛口のね醤油レトロというね、これなんかいろいろありますから、はい、味噌、醤油、塩、はい、それぞれねお好みに合わせて、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。